お母さんにおじいちゃんにいつの日かなるよ伝えよう命は宝あの夏の日に放たれた奇跡のメッセージしあぶしあぶみみんねみみんねみんな楽しICT やいまぴつシリーズ第44回目はシンガーソングライターの義母和也さんです。昔誰かが作った歌を誰かが歌ってありふれた言葉で飾ることなく特別な思いを込めた咲かせましょう咲かせましょう咲かせましょう時を越え海を越え世界中に今回のやいまぴってはシンガーソングライターの義母和也さんです。今日はよろしくお願いします。お願いいたします。義母さんはエーサーが盛んな赤石でお前になりましたが子供の頃っていうのはどんな子でしたか？そうですね、はい、赤石、まあね、はい、あの石垣の方ご存知だと思います。北部の小さな小さな村なんですけど、はい、もう自然が豊かといいますか、はい、まあ、逆に自然しかないのであの海、はい、まあ、子供の頃は海で遊んだり、うん、本当にこう山にこう探検に行ったりみたいな感じで、はい、本当にこう野生な子でしたね。自然がいっぱいの中で過ごされたということですね。そうですね、このあ、まあ、友達とその、はい、海に行ってその宿狩りって言うんですか、宿狩り、あ、岡宿狩りですか。宿狩りをもっと捕まえて、はい、その宿狩り合戦というかその宿狩りレースをしたり、俺はこの宿狩りっていう感じで、あの宿狩り自分 の, やあの持ち宿狩りをあの見つけて、足の速い宿狩りを見つけてあのレースをしたりする遊びとか、はい、もう単純にその鬼ごっことか、はい、あのかくれんぼっていうのがもう普通にやってたんですけども、うん、そういう感じでこうのびのびと幼少時代はこう育ったって感じですかね。なるほど、はい、あと赤石って言えばあのヤシガニも結構いますよね。そうですね、ヤシガニもいましたね、はい、あのやっぱ大きいのでね、はい、あの子供の頃はやっぱりこう取らないというか近づかないんですけど、はい、あのなんて言うんですか、見つけたらやっぱこうテンション上がって興奮してあの、はい、すぐこう周りの大人にヤシガニがいたよっていう感じで、はい、報告知らせに行ってましたね。え、自分で捕まえたりはしなかったんですか？子供の時は捕まえないですね、はい、危ないですよ。あ、結構ハサミ大きいですね。ヤシガニは危険生物なんか指折れますからね、あれ。あ、そうですよね、はい、危ないので、まあ、おじさんとかお兄ちゃんとかにちょっとお願いして取ったりしてっていう感じですかね。じゃあ取って食べたりはしてなかった？食べたりはしてないですね。本当ですか？そうそう、本当にあれは下手に、ね、料理するとなんか危ないみたいなので、はい、毒があるのも、ね、そうそうそう、ありますもんね。確かに、まあ、でもいましたね、ヤシガニもね。あと子供の頃結構走るの早かったそうですね。はい、そうですね、まあ、その陸上大会とかに出てたり、はい、まあ、鬼ごっことかかくれんぼもしながら、はい、あの走るの早かったですね。
なんか運動神経すごく良さそう、まあいいんですけど実際いいんですけど、なんか子供の時って走るの早いとめちゃくちゃモテるじゃないですか、はい、だから、まあそうですね、もう今もモテモテなんでしょうけど、いや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 子供の頃からすごくもう人気者だったんじゃないかなってちょっと私勝手に思ってるんですけど。確かに子供の頃って走るの早いと人気出ますよね。僕は早かったんで、はい、その小学校の、はい、生徒会長って言うんですか、児童会長、はいはい、走るの早かったので児童会長に、ね、はい、当選しました。あ、人望がありまくりのやつですねいやいや走るの早かっただけですね走るの早い生徒会長だったらもう本当にもう人気者ですよね。憧れっていうかなんかいいなって思うんですけど、他にも自転車とかもやられてたってお聞きしたんですが、はい、子ども自転車競技という、はい、まあ、皆さんちょっと速さを競う競輪みたいなものと勘違いされている方も多いんですけど、はい、交通安全 の、 その、まあ基準にのっとったというか、はい、まあ、ちゃんとしたそのルール交差点の渡り方とか、はい、その実は自転車って結構深いんですよ。どういうことですか？ママチャリっていうんですか、はい、規定の自転車に乗って、はい、その一般のコースを規則正しく交通安全の、はい、その規則にのっとって運転する大会っていうんですか、うん、でその、まあ、もちろんそのジグザグ走行とか難しい走法の試験ももちろんあって、はい、でペーパー試験もある試験なんですけど、ペーパー試験も、はい、なんかあれ本当免許みたいな感じですか？免許に近いと思いますよ。その子ども自転車競技というものが、はい、まあ、赤石小学校、僕の母校の赤石の小学校はすごいこう力を入れていて、はい、でそのまあなんていうんですかね、その大会があるんですよね、はい、八重山地区大会で、その沖縄、ね、八重山地区で、まあ、優勝すれば、はい、沖縄本島で全国大会もあるので、それにね取り組んで僕もいたんですけど、そこでね結構赤石小学校強くてですね、強豪校だった、強豪校なんですよ。まあマイナー競技なのでやってる学校サッカーとか野球みたいにねメジャーじゃないので、それにねいち早くこう力を入れてたっていうのも勝因の一つだったと思うんですけど、大きかったですねそれも。そうそう、学校がね早めにこのコースなんかを作ったりして練習環境が整っていたこともあって、その八重山地区大会では結構もう常連の優勝校 で沖縄本島でも僕の代ぐらいで優勝するようになってきて、で僕の上1個上か2個上くらいから全国に行くようになったんです。でこれまたちょっと僕その大会で沖縄県で個人で1位になりましたよ。すごい1位これも三振全然関係ない話なんですけど、いや三振は関係ないんですけど、三振いつ出てくるなって話なんですけど、いやすごい、はい、あ、じゃあもう本当にスポーツ少年だったんですね。スポーツ少年というか、はい、もうそうですね、なんか今のなんだろう、なんかすごいしっとりした姿からはちょっと想像ができませんか本当に明るく元気な少年なんかその右に曲がるときは右とか左とかなんかあるんですよ。ありますよね、わかります、わかります、知ってますか、そういうのをやったり、はい、する競技で、その沖縄で一番で全国でも上位に来ましたね。子ども自転車競技ぜひ赤石小学校頑張ってますんで応援してください。子どもの頃からやっぱり演奏がすごく大好きだったってお聞きしたんですが。そうですね、その学校活動以外でその地域でそのやってたのがそのエイサーというものなんですけど、はい、僕の出身 の、 その石垣の北部の赤石はその沖縄本島からのまあ流れが強い村で、はい、そのまあ、沖縄本島 の、 そのお盆のエイサーという伝統芸能をもうずっと子どもの頃からやっていたので、まあ、自然とその夏になると太鼓の音がその公民館広場からドンドンって聞こえてくるんですよね。ああ夏来たっていう感じで、そのなんていうんですかね、こうちむどんどんっていうんですか、ちむどんどんって分かります？もちろん分かります私結構使ってます普段からこうなんかこうワクワクするんですよね、なんか夏が来たというか、そのそれでこうもう音が聞こえたら公民館に行って、まあ、子供の時はその、まあ、子供エイサーっていうんですか、小さなこうパーランクというちっちゃい太鼓なんですけど、まあ、中学生ぐらいからその大きな大人用の太鼓、締め太鼓とか大太鼓を持たせてもらえるんです。それでも僕小柄だったんで大太鼓はね持たせてもらえなかったんですけど、まあ、締め太鼓を叩いたりして、
あのエイサー大好き少年で、まあ、そこから発生して、まあ、ゆくゆくはそういう三振に現在に、まあ、行くという感じにはなります。でも本当に子供の頃から文化芸能に慣れ親しんでいたっていうことなんですね、はい、そうですね、エイサー大好きで、まあ、それ以外の、ね、沖縄の三振とかも好きでしたね、うん。では三振を始めたきっかけというのは何かあったんですか？はい、赤井師匠、そして茨城中学校という北部の、まあ、学校出た後、八重山高校、はいはい、市内の八重山高校に進学をするんですが、まあそのね、音楽盛んなやっぱそうですよね、高校で、僕もね、もともと好きでギターとかやってたんですけど、さらにこう、強者どもがたくさんいて音楽に関する、はい、もう自然とね、はい、もう勉強よりも音楽っていうぐらい、はい、音楽夢中だったんですね。そうですね、友達もできて音楽仲間が、で自然とそのなんかバンドっていうんですか、もう組んだりして、はい、で今でこそね三線弾きって言ってますけど、当時はその三線まだ本格的にやってる感じではなくて、ギターとか洋楽器の方が好きだったんですよね。洋楽派だったんですね、はい、かつては。それでバンドメンバーにその共同芸能クラスっていうんですか、三線 の、はい、そのクラブのメンバーもいたりして、はい、でその共同芸能部の子たちはやっぱそのお父さんが先生とか、はい、その子供の頃から三線習ってたみたいな子たちが多かったので、はい、サラブレッド的な感じですね。そういう子たちが結構まあ多かったんですけど、まあ、バンドメンバーにたまたまそういう子たちもいて、はい、でもその自然とその何て言うんですかね、こうギターとかそのピアノとか、ね、その洋楽器に三線をこう遊びながら入れてくるんですよね。でそれでこう、まあ、結構その、まあ、敷居高いというかね、ハードル高いイメージがあったんですけど、 そうですよね、そんなことなくすんなりこう入れてる彼らを見て、あ、三線も面白いからその本格的にやってみたいなと思って、当時その頃それこそそのね、今出身のビギンさんとか、はい、まあ、いろんなその洋楽に三線も取り入れた楽曲とかも流行り出してたので、そんなにこの興味が湧いて、はい、その始めるまでにその時間かからなくて、はい、でいろいろその友達とかから教えてもらってっていう感じで、始めたきっかけはそれでしたね。八重高で三線と出会ったということですね。そうですね、高校の時に本格的にやろうと思って始めたという感じですかね。でも初め洋楽がお好きだったのが、だんだんその琉球音楽にも興味が出てきたということなんですね。そうですね、その音楽だけっていうよりはその、まあ、洋楽器とかとその混ぜることの面白さとかも手伝って、はい、でそこからこう入って、まあ、本格的なものもやりたいっていう感じに心境の変化があったんだと思います、いろいろ取り入れて融合していった、はい、ということですね。そして芸大へ入学されますが、芸大っていうともう憧れる方もたくさんいらっしゃるじゃないですか。倍率もものすごいですし、あとその三線を学べるということで本土から の入学される方も結構いらっしゃるとお聞きしました。はい、高校、まあ、八重山高校を卒業した後、はい、まあ、県立芸術大学、はい、首里にあるその大学に進学を決めるんですけど、うん、素敵ですね。もうそれこそその八重山高校時代 の、 そのバンドメンバーにその芸大に行くっていうメンバーが一人、あ、いらっしゃったんですね。はい、仲のいい友達がいて、はい、でその僕はね、芸大の存在もそんなに知らなかったんです、実は。そうだったんですか。でなんかその音楽専門学校とか、はい、まあ、そんな感じでも結構ね、そんなにこうここの大学行くとか専門学校行くって進路を実は決めかねていた段階で、はい、高校2年生かなぐらいの時にそのバンドメンバーが、はい、そのなんか沖縄本島に三線の大学があるぞと。これはって感じですね。三線の大学がまさか、ね。はい、うん、お前も行かねえかみたいな、うんうん、そんなノリなんですよ。じゃあ結構その軽い感じで初めは志したってことですか。はい、まあ、好きだったし、はい、まあ、その当時それこそその本格的に、はい、ポップな三線以外のそのなんていうんですかね、このクラシックなというか、うん、はい、根っこの三線の音楽も勉強したいなっていうのがこの気持ちがあったので、まあ、その僕のね、
その当時のスキルでいけるか心配だったんですけど、その芸大の進学をちょっと決めて、でそのまあ芸大に入るためにはやっぱ試験、三振の試験とかもあるんですけど、そういう試験のもう課題曲をすっごいもうその勉強して、試験受けて合格して進学という感じですかね。その試験を受けるまでは独学でやられてたってことですね。そうなんです。結構もうそのね、独学、まあ、共同芸能の、ね、彼らとは違って独学だったので、はい、担任の先生からは君には無理だよって言われてたんですけど、そんなこと言う先生言います。いやいや、当時結構ね、なんていうんですかね、こう、はい、どちらかというとそのなんていうんですかね、洋楽のイメージだったので、はい、文化祭とかでもね、そういうちょっとバンドばっかしやってたので、まあ、彼はちょっと共同芸能推薦はできないんじゃないのかみたいな。ですか。目立ってたんですよ。ちょっといろいろやらかしてたんで。あ、でちょっとなんとなく。そう、職員会議に職員会議にかけられたみたいで。それちょっとダメダメやつ。何かちょっと やらかしたみたいな。まあ、一応ですね、そのチャンスだけを与えてやろうということで、はい、職員会議で、はい、まあね、はい、試験だけを受けさせてみようみたいな感じになったみたいなんですよ。これ聞いた話なんですけどね。ちょっとやんちゃな一面も持ち合わせてたという感じ。そうですね。どちらかというと。なるほど、クールでかっこいいだけじゃないんですね。ふざけてたんですよ、結構。ふざけてた。目立ってたんですか。あ、そうですよね、やっぱ目立つグループにいらっしゃいますもんね、絶対。目立っていて、だから その、まあ、そんなにね、勉強もできなかったので、大丈夫かってなったんですけど、その課題曲、めちゃくちゃ勉強して、特訓して、はい、で一応芸大受かったので、先生たちも、まあ、納得してくれて、そうですよね、芸大に進学しました。素晴らしいことですよ、本当に。でも芸大では本当にいろんな楽器が学べるとお聞きしたんですよ、はい、ちょっとそれについてお聞きしたいです、ね、皆さん県立芸術大学どんな大学か知らない方も多いと思うんですけど、うん、はい、沖縄県立芸術大学の音楽学部音楽学科で琉球芸能専攻という部署に、まあ、入学した、まあ、部署というか科に入学したんですけど、その、まあ、もちろんその午前中は一般教養をするんです。はい、はい、普通の勉強ですね、はい、普通にもう語学とか心理学とか、はい、勉強して、まあ、午後から専門分野に皆さんそれぞれ。あ、なるほど。ピアノの子はピアノ、はい、声楽の子は声楽とかバイオリン。集中できる環境なんですね。そうですね。でその、まあ、先生たちからそのマンツーマンとかでその三振を習うんですけど。あ、マンツーマンなんですか。そうなんです。すごい。なかなかないですよね。そうですね。まあ、芸大時代がその小規模編成の学校なので、その先生たちと一対一でやったり、まあその発表前とかはそのみんなで合わせていったりみたいな。はい、でもすごく魅力的ですよね。芸大の先生方ってやっぱり人間国宝レベルというか。そうですね、人間国宝になられる先生方がたくさんいらっしゃって、まあ、なかなかね、そのマンツーマンで習えないような方たちからその習えるので、その芸大 その4年間っていうのは、はい、その普通 その教室に通う本当にこの倍とか、はい、何倍もその吸収できると言われているのはそこがあるかなと思うんですけど、まあ、そこで4年間その、まあ、沖縄の古典ですよ、琉球古典音楽で、まあ、鍵屋で風っていう曲とか、はい、ご存知ですか。もちろん知ってます。結婚式の、ね、定番ソング、まあ、八重山ではバシントゥイとかなるのかな、はい、バシントゥイブしてる、うん、曲になると思うんですけど、そうい う古典的なものを4年間習ったり、あと組踊りといって、うん、はい、その、まあ、踊り、そしてこの、まあ、劇みたいなものの、その自由歌ですか、はい、自方、自由形をやったりとか、はい、まあ、あと歴史を勉強したり、はい、あとはその、まあ、その、大勢でやる時の、その練習、はい、個人でやる時の練習とか、まあ、いろんなものを、まあ、4年間、もう朝から晩までやってたって感じですかね。でも本当に4年間でいろんなことを吸収されて過ごしたってことですね。でもものすごく楽しそうですよね、はい、芸大で過ごした4年間っていうのは。楽しいですね、やっぱ音楽なので、音楽漬けの毎日、はい、もう
そのままね午後の授業からもう夜までずっと三振引いてるような感じなので、夢中になれますね本当に。まあ、1年生2年生の頃はそのね自主練というか稽古が多いんですけど、まあ、3年生4年生ぐらいからは学内演奏会といって、そのもう発表会を結構任されるんですよ。任される、はい、もうその学年の生徒が中心になってその発表会、公演を持つコーディネートも自らやるんですか？そうです、もうプログラムしたり、その演目も自分たちで決めたり、あとはその創作といって自分たちでその演目をゼロから作る授業とか、大掛かりですね、はい、そこの時にその、まあ、クリエイティブなその作曲とか作詞 の、はい、あの力なんかも身につくんですよね。それで結構、まあ、今の活動につながっていくんですけど、その自分 の、 その独自の音楽を作ったりっていう、まあ、先輩方後輩もいるんですけど、そういう感じでいろいろノウハウを教えてもらいましたね。猫より子さんのサポートメンバーでステージに立っておられましたが、はい、ソロ活動に移行していくきっかけっていうのがもうたくさんありましたよね、はい、そうですね、まあ、在学中大学の時代からその、まあ、古典クラシック、まあその琉球古典音楽以外 の、 その、まあ、民謡とか最近のポップな音楽、三線が入っているポップな音楽ももちろん興味があったので、はい、その同時並行でやるわけなんですけど、その時ぐらいからもうちょこちょこそういう今やってるようなお仕事のオファーはあったんですよ、はい、でその、まあ、高校時代はねそのもちろん普通のコンビニのバイトなんですけど、大学時代のバイトっていうのはだからもうこういう演奏のまあ、バイトというかもう半分仕事ですよね。そうですよね、という感じで結構プロのステージですもんね、はい、お話をいただいていてそのやっていたので、その延長でその今日ここの場所がそうなんですけど、金子ゆり子さん の、 そのお店とかですごく素敵なお店で、はい、演奏させてもらったりっていうことがもうその時点からスタートしていて、まあ、三線弾いたり、まあ、僕は、ね、洋楽器もやっていたのでその、まあ、いろんなその民謡歌手ゆり子さんはじめいろんな方たち の、 その、まあ、サポートギターっていう仕事なんかもしながら、はい、もう気づいたらもうね、普通の大学生なら就職活動を、ね、して一般企業とか、ね、に入社するっていうタイミングでもうずっとこういう仕事というか、はい、してたので、はい、あんまりこの就職活動した覚えもなく、はい、卒業して就職っていうよりはもう卒業前にこういう仕事をしていて、そこからもうそのまま自然と移行していったっていう感じに近いですかね。ですが教員免許も取られてますよね。あ、取ってます。もともとね、その、うん、なかなかね、やっぱ厳しい世界なので、まあ、親とかもね、教員免許ぐらい取っておきなさいみたいな。あそこは、取れる、はい、免許ぐらい取れるものはもう全部取りなさいみたいな。まあ、僕もね、その音楽、その兄弟の兄貴も学校の先生してるんですけど、はい、兄も、やってたし、まあ、妹もそうなんですけど、僕もだからその学校の学校の先生国系なんですね。そうですね、まあ、妹はその保母さんなんですけどね。はい、じゃあまあ教える側、先生の立場の家系って方なんですね。そう、僕も音楽の先生の免許を取って、まあ、こういう仕事のオファーがなければもうそのままその学校の先生もしてたかもしれないぐらい、そういう仕事も、ね、興味があったので免許は持ってます、中高の音楽教員の。すごいなと思うんですよ。こんなかっこいい音楽の先生いらっしゃる。もしいたらもう大変な、いやいや生徒から大人気になっちゃうなって思うんですけど。いやいや、そうですね、教員の免許は一応持ってはいるんですけど、まあ、ありがたいことにね、まあ、こういう話を演奏の仕事の話を結構いただいていたので、もうそのままやってますね。あと2011年にニューヨークでも演奏するきっかけっていうのがありましたよね。そうですね、はい、大学を卒業して、まあ、4、5年経った頃に、はい、まあ、海外でアメリカのニューヨークの、マンハッタンというところ の、 そのジャズのお店 で、 本場ですよ、ね、そのブルーノートというお店で三線を弾きませんかというお仕事のお話があって、でこれまでは結構その金子よりこさん の、 そのサポートとかいろんな方のサポートもしながらちょこっと自分の三振も弾くみたいなスタンスが多かったんですけど、その時 の、 そのお仕事はもう僕一人でその三振でソロライブっていうんですか、ライブを
アメリカでやってみませんかというオファーで、まあ、当時だから25、6歳かな、若いですね。で、まあ、言ってもそのなんていうんですかね、こう怖いもの知らずというか、はい、アメリカの、ね、ブルーノートでよくやったなって今でも言われるんですけど、当時僕 そんなにブルーノートも知らず、はい、もう僕で受ければやりますぐらいで受けて、ちょっと軽いノリだった、ね、軽いノリで受けたんですよね。そしたら結構大掛かりなお仕事で、もう半年間ぐらいにわたって、はい、打ち合わせとかしたりとか、まあ、打ち合わせというか、はい、まあ、まずは東京に行って、はい、そのいろいろその三振で路上ライブとかをしたりして、はいはい、で、うん、その沖縄から来ましたとか言って、うん、まあ、地元の民謡を歌ったり、その持ち歌を、うん、歌ったりしてたんですけど、うん、そのアメリカで、まあ、弾くということで、はい、そのまあ、英語で、うん、そのまあ、あなたがこのなんで三振弾いてるのか、そうですよね、なんでその三振が好きなのかとか、はい、そういった気持ちを伝える、そう伝える看板ソングみたいな、はい、やつを作りましょうということで、はい、まあ、やっぱね、向こうの人たちに演奏するっていうのはやっぱこう、その何ですか、目の肥えたというか、ニューヨーカーの人たちがこう、その納得するぐらいのものがないとダメだ、伝わらないということで、いろいろこう七転抜刀していく、そのドキュメンタリーっぽいその仕事というか、最終的にそのブルノートを掲げて、そこまでちょっとまあ修行っていうんですかね、をしていくようなそのお仕事だったんですね。それで、いや、もう今考えたらすごいありがたいですし、それがすごいきっかけになって、まあ、最終的にブルーノートでね、ソロライブをして曲も作って発表するんですけど、まあ、そのタイミングぐらいでその必要な自分のソロ活動に必要なこの材料というか理由が揃ってきて、で、まあ、そこからこう、まあ、ソロのお仕事というか一人でやってみなよというオファーも多かったので、まあ、これまでの仕事もしながらソロ活動をしていって、まあ、本格的にソロに移行していったのはその2011年ぐらいですかね。だんだんそれでは移行していったんですね、はい、この頃にたくさん持ち歌も作られていますよね。そうですね、サポートの時代にその民謡歌手の方に曲を書いてたりしたので、はい、まあ、意外とその自分の曲を書く、はい、の枠にならなくて、うん、自分の曲も歌いながら作りながらっていう感じでやってきましたね。高校時代にね、そのやっぱこうギター弾いてたっていうのがあったので、はい、そのタイミングで作詞作曲はしていたので、それが結構強かったかもしれないですね。2014年に行われました X ファクターのオーディション番組でもなんと準優勝されているんですよ、はい、でそしてそちらが沖縄でもテレビ放送されまして、義母さんが三振を弾いているということが広く認知されたきっかけというのにもなりましたよね。そうですね、まあ、世界的なオーディション番組なんですけど、うん、まあ、その開催地が日本の開催地が沖縄だったので、知り合いのミュージシャンの人たちからぜひトライしてみなよということで、はい、挑戦させていただいて、はい、その時そのブルーノート、ニューヨークで作ったその龍花の種という曲を、はい、はいはい、歌わせていただいて、まあ、それが結構審査員の方にその好評で、まあ、意外と、ね、勝ち進んで、なんか3000組ぐらいいたんですけど、そうですよ、あれすごい大きいオーディション番組でしたね、はい、その中で最終まで残って、まあね、準優勝というか最後まで残って、まあ、テレビ放送がその沖縄県内なんですけど、まあ、そのリアルタイムでやっていたので、それで結構、まあ、三振を、ね、知らない人たちにも認知してもらえたのはそのテレビ放送があったからかなと思ってます。テレビで結構ね、やっぱ影響力すごいなと思ったのは、はい、やっぱそれまで結構、ね、そのお話もなかったその、はい、なんていうんですかね、仕事とかもその後結構入るようになりましたね。舞い込んできたということですね、はい、本当にこの頃からソロ活動一本に移行していきましたよね。はい、